ヒカキン TV Everyday。 日本ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。はい、というわけで引っ越し完了しました。今日は軽く新居をご紹介したいと思います。まあ YouTuber の場合、新居というかスタジオ兼家ですね。それでは行きましょう。はい、まずこちらリビングでございます。あんま変わんないかな、前と。ただね、前みたいに人形を置くねスペースがありません。だからすっきりした感じになっちゃいましたね。後ろにはね、前のカーテンがね、長さがちょうど良かったんで、ここにつけることができました。ラッキー。そう。で、反対向くと、こんな感じに、テレビとヒカキンくん、そしてペッパーがおります。こんな感じです。はい、そしてキッチンなんですが、初めての、なんだっけこれ、あの火が出ないやつですね。なんだっけ。あ、そうだ、IH ですね、IH。だから鍋とか買わないと、あの、専用のやつ。で、下には、これは、オーブンと食洗機。前のマンションではね、1年以上住んだけど、一度も食洗機もオーブンも使いませんでしたが、今回は使うぞ。はい、続きまして、ここは仕事部屋でございます。まあ、動画編集する部屋ですね。あと、ゲーム実況もここでやります。もうね、前とね、同じ感じで機材を並べたんで、まあ、特にそんなに変わらないかなーって感じですね。もうネットも繋がりました。どうも、ヒカキンです。ここに毎日何時間もこもって、カタ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 やる感じです。はい、次ー。はい、続きましては、物置でございます。この物置が、今回すごくね、広くて良かったので、この物件に決めました。もうこの時点でね、大きい段ボールが3、40箱ぐらいありますね。まあこれからどんどん開けなきゃいけないんですけど、まあ今後物買ってもね、まだまだ、詰めることができそうです。はい、こちら寝室です。ベッド以外特に何もありません。はい、終わり。はい、とまあ大雑把にこんな感じの新居です。まあ、よくね、引っ越しすごい頻繁にしますよねとか、言われるんですが、まあ、やっぱり YouTuber は、家にいる時間が多くて、ある意味家が仕事場で、って考えてですね、僕も、まあ、いろんなこと考えて、悩んだ挙句、まあ、結果自分のプラスになりそうかな、もっといい環境で動画作れそうかな、って思って、引っ越しましたね。で、今までもこう、引っ越す時に、1割くらいね、迷いが、あるんですよね、毎回。ただ僕今まで何度かこう引っ越して、引っ越した後に、あー引っ越さなくてもよかったかなとか、引っ越し失敗だったなって思ったことは一度もありません。やっぱりね、ここのピキーンってきたら僕はちょっと無理してでも引っ越してしまうタイプですね。で、今回ね、本当にいらないものとか思い切って、古くなったものとかね捨てまくったんで、これから必要なものを買い揃えて、少しでも早くね住みやすい家にしようと思います。ちょっと見慣れない感じかもしれませんが、よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はビン、じゃんけんポン、バイ。君なのさ。